藤さんどうでした？いや本当にあの1日があっという間に過ぎてしまうぐらい本当にあの濃密で、まあ、かつすごい楽しい時間を過ごさせていただきました。まあ、あの悔しい部分はすごいあったんですけど、またそれはいつかリベンジできるようにこれから自分のまたテクニックを磨いていきたいなというふうに感じました。いやもう本当に楽しい1日でした。こんな1日を過ごしたのは久しぶりだなというぐらいで、まあ、その中にやっぱり楽しさもあり正直悔しさもありって感じですね。あの久保凛太郎選手と1秒差でリアルの方は差があったんですけども、その1秒の内容が見えているだけにまたリベンジする機会があったらぜひしたいなと、今すごいふつふつとなんか煮えたぎってものがありますね。お互いが実は違う環境で自分はプレイヤーとして大会に出場していい成績を残すっていうことをがまあ一番の目標なんですけど、まあ、ここにいるヤムは今グランツーリスモの開発として挙動の開発とかっていうのをやっているので、もともとはプレイヤーでライバル同士だったんですけど、まあ、それがまあ立場は変わっても同じプレイヤーとしてなんだろうよりよくできるような形でやっているんじゃないかなというふうに自分は感じています。はい、まさしくその通りですね。いつもプレイヤー目線を忘れないようにっていうのと、彼らが戦っているフィールドにいざって時はないと思うんですけど、僕がいつ出ても戦えるレベルを常に維持しようとはいつも努力していますね。それをもう忘れてしまうとおそらく大会の質も下がってしまうでしょうし、ゲームの質自体も下がってしまうと思うので、その辺はかなり気をつけています。皆さん、ルーツチャンネルの登録お願いします。